時は安土桃山時代。天正10年、1582年6月の2日、明智光秀の謀反により、京に滞在中の織田信長、信忠親子が共に亡くなってしまう、本能寺の変が勃発する。その知らせを聞いた各地の織田重臣らは、各々が置かれた状況下で、織田家存続のため、そして領土維持のため、何をすべきかを考え行動を起こす。重臣の中でも最初に行動を起こしたのが、中国地方で毛利と対峙していた羽柴秀吉であった。秀吉は毛利方に信長信忠の死を知られる前に毛利と和睦を結ぶと、本能寺の変から10日後に摂津まで軍を進める中国大返しを決行。山崎の地にて明智光秀を倒し、仇討ちを成し遂げたのだった。一方、東方面では北陸の柴田勝家が越中にて上杉軍の侵攻を必死に食い止めるも、北信濃の森長吉、伊那の毛利長秀はあっさり領土を捨て美濃へ撤退。最も東の神津家に拠点を移していた滝川一益は明智討伐を画策するも、北の上杉、南の北条の動向を伺うため迂闊に動けない状況となっていた。この神津家の地、そして甲斐、信濃に至るまでの地が泥沼の領土争奪戦となる天正神武の乱は刻一刻と迫っていた。正幸、今日本能寺にて。なんじゃと、信長信忠の不死が共にか。まだ何も言っていない。みんな、本能寺の一件は聞き飽きておろう。尺の無駄じゃ。父上、武田から織田へ鞍替えしたばかりだというに、またも信濃や金津家に不穏な空気が。信幸もこの不穏な空気を読めるようになったか。はい、それがしも16となりました。当家の置かれた状況くらいはわかりまする。ほう、ならば評価してやろう。申してみよ。評価ですか。はい。我らはこの小さ型風に額を領するのぞ。北の上杉兼勝様がどのように動くかも気がかりですが、それよりも南の佐久郡から東の金津家を支配する滝川一益様、西には川中島一帯を支配する森永義様、ここらの織田重臣が仇討ちに向かうのか、それとも留まるのか、どちらにしても当家が戦に駆り出されるのは見えておりまする。うむ、10点中4点といったところじゃな。4点とは低すぎでは。一番危惧せねばならぬのは、信長を欠いたことで当家の地を狙いに来る大名上杉であると。なぜに上杉となる。当家は滝川の与力だからとて、義を重んじる上杉に武田の頃からのよしみである真田に攻めてくる道義はない。では北条ですか。ああ、北条も確かに危険な大名だ。北条もということはさらに危ない大名が。ああ、徳川じゃ。徳川ですか。織田と同盟を結ぶ徳川が何故。徳川家康とは甲州仕置の際に一度顔を合わせた程度じゃが、駿河一国に満足しておらぬ面であったのをよう覚えておる。されど駿河や遠戸海からでは北信濃や金津家は離れてもおりましょう。うむ、わしの思い過ごしであればよいのじゃが、佐助。なんだ。遠戸海と駿河の徳川の動きを探ってまいれ。不穏な動きあらばすぐに知らせるのじゃ。たやすい御用だぜ。殿、京での一件聞きましたぞ。おじもも耳にしましたか。滝川殿の身の振り方次第で我らの取るべき道も変わろう。ひとまず京でのことは知らぬふりにて滝川殿に従いはするが、木を見ての沼田領奪還もありえぬゆえ、いつでも動けるよう支度を頼みたい。うむ、沼田の地は難儀して得た地じゃ。何としても取り戻したいでの。万事わしに任せておけ。頼みにしておりまする。父上、何よりも危惧しなければならぬのは織田に人質に出している信繁のことでは。おう、信繁じゃ。その名まで申せば10点だったの。織田徳川による甲州征伐後、真田が治めていた沼田領を信長に取り上げられた形となっていたが、真田昌幸はその地の奪還を目論みつつも、引き続き滝川一益の与力として従う姿勢を取ることにした。その頃、正幸が危険視する徳川家康は、わずかな遠回りとともに明智光秀の追手を避けるように伊賀の険しい山道を東に進んでいた。家康様、桃地一派が現れました。来たか、この天狗斬りが湧いていたす。おりゃ、平八郎様、さすがですな。拙者も負けませぬぞ。かかってまいれ。おりゃおりゃおりゃ。うげ前に立つ者は皆叩き切るまで。うげ
うぎゃ。おりゃあ。直政、わしじゃ。殿、拙者の前に来ては危険ですぞ。そなたの向きが変わったんじゃ。危うく切られるところじゃったわい。申し訳ございません。安政、どこまで進んだのじゃ。半蔵の印絶えずでは。まもなく、おとぎ峠あたりを抜けたかと。今晩中には、伊賀の町を越えておかねばなりますまい。そうじゃな。忠次。はっ。茶屋殿からいただいた銭はどれほど残っておる？あと半分ほど。うむ、伊勢や尾張での馬の調達賃、あと海を渡る船賃は残しておくのじゃぞ。はは。堺見物の帰りに本能寺の変をした徳川家康は、伊賀忍者の手引きのもと道なき道を進む伊賀越えを決行し、およそ3日後には伊勢まで逃げ延びることができた。一方、佐賀に武蔵、下総、伊豆を領する北条家にも間もなく本能寺の変の知らせが入る。宇治直、前が違う。何度言ったらわかるのだ。父上、何故わしが能の舞を覚えねばならぬのですか。そなたは仮にも北条家の当主なのじゃ。能の型の一つや二つ覚えぬでどうする。5日後には滝川殿に呼ばれておる長州寺での能に参るのじゃぞ。それがしが舞うわけではないではありませぬか。関東一の武家として教養を身につけておけと申しておるのじゃ。そんなんだから表立ってそなたを当主と言えぬのじゃぞ。ならば当主の座をお返しいたしまする。たわけたことを申すな。よろしいか。おう、五太郎、いかがした。今日の本能寺にてカクカクしかじかと。な、なに、それはまことか。今日におる風魔一派からの知らせにござる。間違いはない。これはまたも日の元が混乱することになるぞ。宇治名を聞いたであろう。の、脳の方で頭がいっぱいにございまするゆえ。脳はもうよい。宇治照、宇治憲、宇治国、宇治忠、あと大道寺正成に急ぎ兵を集めるように指示するのじゃ。何をするので。戦に決まっておろう。当主のそなたから一門や不代家臣に指示を出すのじゃ。指示は書状でしょうか、使者でしょうか。そこからか。北条もまた織田信長、信忠が京にて亡くなったことを知り、信長によって封じられた関東奥地の領地獲得に向け準備を始めた。その翌日6月の6日、本能寺の変から4日後に徳川家康一行は無事尾張から三河に戻り、刈谷の騎城に入った。家康様、ご無事の帰還何よりにございます。勝成も無事に戻れて何よりじゃ。そなたは今日の東山におったのであったな。はい、大津の京極高継殿にかくまわれ、なんとか三河まで撤退できた次第。京極殿にの、それは何より。ところで水野のおじ様は。京で別行動をしておりましたゆえ、今どこにおるのかわからぬのです。そうか、無事戻ってこられればよいのじゃがな。家康様、再び世は乱れまするぞ。戦も起こりましょうで、何かあれば刈谷衆を頼ってくださいませ。うむ、いずれ勝成を頼る日も来よう。家康様、機内にて動きが。半蔵、申せ。はっ、山城で別れた穴山梅雪殿が道中で落ち武者狩りに遭い、穴山一行すべて討ち取られたとのこと。梅雪殿がか。あれほど一緒に戻れと申したのに、言うことを聞かぬでそうなるのじゃ。あと密中で毛利と対峙していた羽柴軍が播磨に撤退しているともよし、その速さからするに明智討伐に動いているのではとも。筑前殿が。の殿、我らもゆっくりしてはおられませぬぞ。急ぎ信長様、信忠様の仇討ちをしに。いや、安政、三河まで逃げる間わしは考えた。今一番にすべきは何かを。今一番の仇討ちでは。確かに信長様には世話になった。それゆえ織田家の筆頭より気大名として当家が仇討ちに動くのは大義に値する。じゃが、北陸の柴田勝家、小宇家の滝川一益、北信濃の森永吉や真田正幸、さらには甲斐の川尻秀隆、稲の毛利長秀、木曽の木曽義政、ここらがどう動くのか。そして問題は越後の上杉、佐賀に武蔵の北条、信長様はもういないのじゃ。大名間の取り決めもあってないようなもの。仇討ちに向かえば手薄となった地を奪いに来るやもしれぬ。北条はその気になれば5万の兵を動かせる。わしが今一番に考えねばならぬのは当家の領土維持、そして隣接する北条に劣らぬ基盤作りじゃ。ならばまず亡くなられた穴山殿の江尻領から南駒郡を抑えるべきですな。あとは信濃や甲斐の情勢を伺いつつ、いつでも動けるよう支度はしておきましょう。忠次の申す通りじゃ。穴山殿の地を抑えるは容易かろうぞ。
よし、善は急げじゃ。明日にも浜松に戻るぞ。いや、殿、明智討伐に向かうことも忘れてはなりませぬぞ。やはり行かねばならぬか。当家が行かねとも、明智と織田重臣との戦いは必ず起きましょう。それが、信勝殿や信孝殿の軍なのか、羽柴、には、柴田重臣どもの軍なのかはわかりませぬが、その後の織田家との関わりを考えるに、当家も殿自らが仇討ちに動いていたのだと示しておかねば、西の諸国を敵に回すことにもなりまするぞ。うむ、康政が申すことも、もっともじゃ。ならば、わしは、明日、この岡崎城に入り、三河衆を集め、明智討伐軍の編成に入る。酒井忠次は、浜松城に入り、大久保忠世、奥平信政と合流し、信濃への進攻を想定し、支度を進めよ。はは。鳥居元忠は、三宅康貞と共に、駿河の江尻城に入り、穴山領の土豪衆を味方につけ、念のため、北条領と堺の三枚橋城にも守備兵を入れておくのじゃ。かしこまった。殿、そういえば元武田家臣で、殿が織田からの粛清から守りかくまった、与田信繁なる将を用いるのはいかがでしょうや。おお、二俣城や田中城で我が軍を苦しめた猛将、あのようなまっすぐな武人は、味方となれば使えるやもしれぬな。今どこにおるのじゃ。大久保殿の屋敷ではないかと。うむ、大久保に伝えておいてくれ。よだが、和紙に恩を感じておるのなら、三河の和紙のもとに参れとな。は。よし、皆の者。この先の動きは全く読めぬが、当家のため、そして領民のため、おのおのがなすべきことをしっかりこなしてくれ。こうして、徳川家康は、領土に戻ると、様々な展開を想定し、家臣に指示をした。その頃、上杉海勝と、側近の直江兼続は、信長氏の知らせを受けるや、すぐさま越中と信濃に兵を出し、撤退を始めた織田家の森長吉隊を追撃した。どの城も捨て撤退する森隊を川中島まで追うと、そのまま北信濃の海津城に入り、軍議を開いた。との織田兵の逃げっぷりは、ある意味見事ですな。うむ、あの逃げ足の速さは褒めてやらねばならぬぞ。しかし、こちらも無傷で川中島まで入れた。無傷で川中島。この地は、確か、お御城様と武田信玄公が幾度と戦った地でしたな。うむ、あれは壮絶な戦であった。ほう、見たような口ぶりですが。そう、父から聞かされておったのじゃ。でしょうな。毎度、上げ足を取るでない。ははは、ご勘弁を。そうじゃ、小さ方の真田正幸殿から書状が届いておりました。うむ、見せよ。上杉景勝殿、こたびの京での一件、すでに承知のことと存じますが、真田家としては次男信繁を織田へ人質に出しておるため、引き続き滝川一益殿の与力として動くほかござらん。されど、上杉家と築いた公儀を崩すつもりもございません。当家の願いはただ一つ、先祖より続くこの地を守り抜く、ただその一心にございまする。越後衆の皆様にもその旨よろしゅうお伝えくださいませ。どこまで信じてよいものか。誠にございましょう。領土を守るためといえば、上杉は動けなくなる。真田殿はそこをついてきているのでしょう。なるほどの。さて、押さえたこの地は元領主の山浦景国殿に戻しましょうぞ。そうじゃな、早速にも所領&状を書くとするぞ。あと、動いておかねばならぬのが、小笠原道節斎殿から頼まれております塚間軍の奪還。そのためにはまずこの深市城、拙者はここを落としに行ってまいります。行ってまいると申したが、わしをここに置いていくのか。塚間軍は木曽義政の領土、さらには険しい峠も越えねばなりませぬ。殿を連れて行くわけにはいきませぬ。心細いの。少しの別れにございます。では義の上杉は得た土地を元の領主に戻すことで領有化を進めていた。そして直江兼続の援軍を得た小笠原道節斎は、木曽義政が治める深市城に向け軍を進めた。その木曽義政は森長吉の撤退を知ると、その領土を奪うために動いていたが、逆に森に居城木曽福島城を奪われ、さらには嫡男岩松丸を人質に取られてしまうという失態を犯してしまった。も森殿、頼むで岩松丸を返してくれ。わしの北品の領を奪おうとしておったであろうが。奪うつもりはなかったのじゃ。上杉が攻めてくると聞き、兵を向かわせただけであろうが。嘘を申せ。
そなたの家臣が全て白状したわ。懇願に乗じての領土拡大の企てをな。な、何が望みじゃ。何でも聞いてやるで。頼むから、岩松丸の命は助けてくれ。何でも聞くのだな。ああ。我ら一族の二の間での撤退を助けてくれるのなら、この命は取らぬ。美濃に入ったら返す。望みは、ただそれだけじゃ。ああ、わかった。道中の怒号にも手を出さぬように打敗するぜ。よし、ここに長湯はできぬ。すぐにも立つゆえ、道案内をせよ。ああ、こっちだ。こうして木曽義政は混乱に乗じての領土拡大に失敗し、さらには上杉軍が深志城に迫っていることにも気づけず、森長吉の撤退崩徐に専念せざるを得なかった。それから数日後、本能寺の変から9日経った6月の11日、光助の国の長勝寺にて京の文化を広めるという趣旨のもと、滝川一正による能の興行が開かれた。しかし長勝寺の周りには二重の竹柵が設けられ、武装した滝川兵が身構える重々しいものであった。そこへ近隣の僧や国衆、そして織田と同盟関係にある北条家の面々もやってきた。父上、能とはこのような竹柵に囲まれた寺で舞うもので。そんなわけなかろうが。寺の周りに竹柵を見て我らの襲撃を警戒しておるのがよくわかりますが。うむ、ここまで厳重とはな。兄者、これでは寺に入ったら最後生きて出られぬやもしれませぬぞ。ははは、滝川一正という男、そのような小さき将ではないゆえ安心いたせ。それより宇治国への指示は抜かりないであろうな。は、先ほども使いが参り、宇治国と大道寺正成が率いる武蔵の主力2万が深谷に集結したとのこと。小宇津家との国境の河合城、金久保城には斎藤貞盛が入り、戦の支度を進めておるとも。うむ、分かっておるな。我らの狙いは滝川の主力が仇討ちに機内へ向かった後、手薄となった小宇津家へ進攻じゃ。ああ、分かっておる。滝川隊がいつ動くかは読めぬが、今は中山道の整備と兵糧や弾薬の調達を徹底しておくのじゃ。うむ、再度伝令を向かわせておきますぞ。頼んだ。よし、宇治間を寺に入るぞ。そ、それがしはここで待っておりまする。そなたは北条家の当主ぞ、そんな弱腰でどうする。仮に寺でそれがしと父上が共に討たれてしまったら、当家も織田家同様に混乱となりまする。ならばそなただけで行ってまいれ。ささ、父上参りましょう。これは滝川様、お元気そうで何よりです。宇治政殿、遠路真矢橋まで大儀でござった。滝川様のお招きであらばどこへでも参りますぞ。おう、当主宇治直殿もお越しとは。一正の顔を立てていただき感謝申しますぞ。た、滝川様、このような重々しい能の席にお招きいただき、誠心が休まりませぬが。宇治直、もうよい、下がっておれ。はは。しかし寺周りを二重の柵で囲むとは、何やら物騒なことでも起こるので。ははは、宇治政殿、知らぬふりをせぬでもよい。さすが滝川様ですが、してこの先どう動かれまするのか。仇討ちのことを申しておるのか。はい、謀反したは明智光秀と聞きまする。明智とは上洛の際にお会いした程度でございますが、今日にも顔が利き戦上手でもあると聞きまする。討つなら機内を抑えられる前に。そう申すが、わしは小宇津家に入ってまだ浅い。北の上杉が動き出したとの知らせも入った。この地が脅かされてはならぬゆえ簡単には動けぬのじゃ。されど織田家は新たな当主を必要ともしておりましょう。織田重臣の筆頭滝川様が機内に戻り、当主擁立を指揮せねば。そうしたいのじゃがな。上杉が沼田領に攻め込むことを危惧されておるのでしたら、沼田城や名ぐ城の城代を真田に任せておけばよいでしょう。上杉の南下は抑えられまする。なるほどの。沼田はわしが入る前は真田であったゆえじゃな。はい、東の佐竹や宇都宮らは当家がしかと目を光らせておりまするゆえ、ご案じなさらぬでもよいかと。心強い言葉を聞けて嬉しく思うぞ。仇討ちに動くことは我らだけの話に。無論にございまする。では能を楽しんでくださりませ。はは。重々しい空気での滝川一正と北条宇治政の会話であったが、表向き織田と北条の友好関係が続いているこの段階では、どちらも相手の出方を伺う程度の会話しかできなかった。その頃、小笠原道節祭からの依頼で軍を進めていた直江兼次は木曽義政の留守を知るや、悠々と貸し所を奪うことに成功させていた。その一方は
森長吉を無事美濃まで送り届け、木曽串間城に戻ったばかりの癖吉政に入った。な、なに、深志町が小笠原に奪われたじゃと。小笠原ごとき小勢に何故深志町が。どうも、上杉家の直江兼継が兵五千で小笠原に合力したとのよし。くそ、上杉が北信濃まで来ておるのか。あの森長吉めにかき回されたということか。兄上、ただいま戻りましたぞ。おう、義豊、無事であったか。はい、安土が明智兵に攻められ混乱となった隙をついて逃げてまいりました。よう逃げ出せたな、まこと大義じゃ。はは、そういえば道中での噂話ですが、どうも中国攻めの羽柴秀吉が毛利方と和睦し、反転し明智討伐へ向け軍を動かしておるとのこと。まことならば明智と羽柴の戦も近いやもしれませぬ。おう、これはどちらが勝っても織田家の先は長くはなかろう。そなたも戻ってきたことゆえ、当家は織田を見限り次なる従属先を模索することとしようぞ。この混乱下では致し方ございませぬな。同じ頃、滝川一益配下の将であり旧神津家沼田城主藤田信義が滝川を裏切り挙兵した。深志城と同様、上杉軍の支援を受けた藤田軍は兵五千を率いて滝川一益の甥増重が守る沼田城へ攻めかかった。父上、おおむね安土までの進軍の案が出揃いましたぞ。おう、見せてみよう。はは、仮に明智と安土周辺の地にて決戦となるなら、中山道を経由しての行軍、東海道を経由しての行軍、このどちらかでございましょう。中山道ならばおよそ90里、なれどほぼ全ての行程が山道となり、峠越えもいくつもございますゆえ、15000もの兵が順調に進軍できて18日はかかりましょう。逆に東海道ならばおよそ120里の道のり、中山道よりも長くはございますが、箱根の峠さえ越えてしまえばあとは平たい道ばかり、15日もあれば尾張まで入れましょう。うむ、ようわかった。問題は道中の大名どもか。中山道ジェと森長吉の撤退の影響でどこまで上杉が南下しておるかわからぬ中の行軍、そして難題なのはこの木曽谷を守る木曽義政じゃ。木曽が武田を見限り織田に下ったは信長様の後ろ盾があってのこと。されど信長様、信忠様亡き今、次は上杉景勝に鞍替えしてもおかしくはない。ここは道のりこそ長いが東海道を選ぶがよかろう。されど東海道に出るまでは武蔵そして相模と北条領を進軍ともなります。仮にそこを難なく通過できたとしても、箱根を越えた先は徳川領の駿河、道東三河と続きます。徳川家康は案ずるでない。家康殿から先日書状が届き、三河で明智討伐の支度を進めているとのことじゃ。我らの軍と合流しての明智討伐も検討すると申しておる。さようでございましたか。ならばあとは北条次第。うむ、先日の能の席では敵対の意はないように振る舞っておったが、本心は分からぬでな。だ、大変です。藤田信義が反旗を翻しました。何、上杉の援軍も加わり兵五千で沼田城を囲んでおります。藤田が寝返ったか。真田に沼田を任せる策が裏目に出たか。父上、沼田城には増重が率いる兵3000が詰めておりまするゆえ、早々には落ちぬと思いまするが、藤田を黙らせておかねば明智討伐どころではございませぬ。分かっておる。小畑、安中、和田、倉賀の内藤に急ぎ沼田救援に向け兵を出すよう伝えてまいれ。はっ。あと岩光城による真田正幸にも使いよ。北からの上杉侵攻に備えよとな。かしこまりました。明智討伐への進軍を明後日に控えていた滝川一益であったが、元沼田領主であった藤田信義が裏切ったことで急遽軍を北に向かわせることになった。各省に出陣を指示し、一益も兵1万を率い前橋城を立った。よし、水車は制圧じゃ。ここを奪えたは大きいぞ。大変です。南から滝川軍が向かってきております。くそ、動きが早いな。いかほどじゃ。はっ、およそ2万は2万じゃと。まだ機内に向かっておらんかったのか。沼田城内の滝川勢が動き始めました。くそ、援軍が向かっていることを知ったか。強撃を食らえばひとたまりもない。やむを得ん、景勝様を頼り越後へ撤退とする。藤田が逃げ支度を始めおったぞ。ここは後期
門を開け追い打ちに向かうのじゃ。滝川一益の素早い救援行動により藤田信義による沼田城攻めは失敗に終わり、その日のうちに上杉領へと落ち延びていった。一益は藤田の居城を抑え、近隣の国衆への対応を済ませると陣を払い、明智討伐軍の再編成をするべく前橋城へ戻った。しかし同じ日、畿内山崎の地にて羽柴秀吉が明智討伐をなすた山崎の戦いが起きていた。当然ながら一益がそのことを知るのはまだ先のことである。その頃、元武田の本拠地である甲斐の国でも動きがあった。信長から甲斐の統治を任されていた川尻秀隆であったが、本能寺の変の情報が知れ渡り出すと、身を隠していた旧武田家臣が各地で一揆を起こしたため、その鎮圧に追われていた。そこへ徳川家康の指示で甲斐に入っていた本田信利が川尻と会った。川尻様、徳川家臣本田信利にござる。おう本田殿、久しいの。信長様、信忠様が亡くなられたのは誠無念の極み。主家康も三河の地にて明智討伐軍の編成を進めておりまする。うむ、わしも直ちに向内へ向かいたいのじゃが、武田の残党や寺の僧どもが各地で反乱を起こし手を焼いておるのじゃ。武田を滅ぼしてからも徹底的な武田残党狩りや寺社の破壊も行っておりますゆえ、その恨みもあるのでござろう。北信濃の森永義殿、伊那の毛利長秀殿は美濃に撤退されたとのよし。川尻様も一旦美濃に戻られ、当家と共に明智を滅ぼした後甲斐へ戻られるのも。ほう、一旦本国へ帰れと申すか。は、今は明智討伐、そして織田家の当主を定めるが先かと。それも一理あるが、されど腑に落ちぬのが、京での一件から一騎乱立までの動きが早く、しかも統率が取れておることじゃ。草の者に探らせたところ、どうもその者らを裏で手引きしておる者がおるようなのじゃ。一騎を先導しておる者がおると。そうじゃ、旧武田家臣で与田信繁という者を知っておるか。徳川軍に幾度と痛手を加えてきた猛将、知らぬわけがござらぬ。その与田が先導者と。いや、その与田を動かしておる者が先導者じゃ。誰にございましょうや。本田殿、おとぼけになるのもここまでじゃ。与田に傭兵を与え、さらには銭の都合もつけておる先導者は徳川家康じゃ。おたわむれが過ぎまするぞ。先ほども申した通り、家康は三河の地にて明智討伐のための亡き穴山梅雪殿の領土に徳川軍が入ったことはすでに和氏の耳にも入っておる。武田残党を煽り、和氏が甲斐を去るのを待ち、その後甲斐を散奪する企てであろう。それは根も葉もないこと。ここは当家と共に南極を乗り越えていかねば。綺麗事を申すな、やれい。川尻様、後悔なさいますぞ。川尻、うぶ。徳川家康による甲斐侵攻の企てを知った川尻秀隆は、怒りに任せ徳川の使者本田信利を殺めてしまった。しかしこれがまずかった。怒る本田一族が動き、甲斐黒人衆一揆にまで規模は膨らみ、4日後の18日、一揆勢により川尻秀隆は殺害されてしまうのです。こうしてすでに撤退した毛利長秀の南信濃の、そして甲斐の国が領主のいない状態となってしまった。その頃、明智討伐軍を編成し畿内に向け進軍していた徳川家康は、尾張の国の鳴海城に入っていた。伝令、岡部正綱殿が甲斐南部の下山館を抑えたとのよし。これにて駿河から甲斐までの穴山領の大半は当家の支配下となりました。うむ、畿内で動きがありました。おう、申せ。摂津と山城の国境、延命寺川付近にて明智光秀と羽柴秀吉が激突、決戦を制したは羽柴軍とのこと。筑前殿、備中から急遽東へ向け進軍し、10日後に明智軍を破るとは誠見事じゃ。して明智光秀は本陣を離れ近江へ落ち延びたと。仇討ちとまでは至らぬであったか。うむ、知らせ大儀であった。は、家康様、次から次へと世話しないの。半蔵、東で動きがあったか。いかにも、甲斐の川尻秀隆へ交渉に入った本田信利殿が川尻家臣に討ち取られました。なんじゃと。殿、脅かすな。すぐにも甲斐に向かいましょうぞ。本田一族を敵にした川尻秀隆、絶対に許してはおけぬ。気持ちはようわかるが、一旦静まれ。まだ明智光秀は生き残っておるのじゃ。今は主が東に向かうことはできぬ。殿、羽柴秀吉は引き続き明智を追いましょう。
明智光秀が近江へ逃げたのだとすれば、羽柴軍も近江に向かうゆえ、我らも近江に進軍し、羽柴軍と連合の上、安土城、坂本城を落とす。北陸の柴田軍はまだ動けないでしょうから、ここで羽柴に恩を売るは上策かと存じますが。信長の次男、伊勢の織田信勝殿も安土に向かっていると知らせが入っております。次の当主候補である信勝殿の援軍で安土に入るのも良い手ではなかろうか。うむ、皆の申しでよくわかるぞ。されど、明智を打ち逃した筑前殿が、今一番危惧しておるのは何かわかるか。他の大名が光秀を討ち取ることにございますが。そうじゃ。わしがしゃしゃり出て、近江で明智を討ってしまおうものなら、筑前殿に何を言われるか。ならば、これ以上、進軍すべきではないと。うむ。明智光秀は決戦で負けたのじゃ。もはや、畿内を明智が治めることはできぬ。そして、遅かれ、早かれ、明智家は終わりを迎えよう。ここは、筑前殿に恩を売っておくべきじゃ。何が恩に？直政は鈍いの。わしが動かぬことが、筑前殿にとって一番の恩となるのじゃ。そのようなものですか？まあ、直政には説明してもわからぬであろうか。よし、当家はこの地にて、しばし、明智の行く末を見守る。我らが今一番になさねばならぬは、北条や上杉に対抗できる基盤作りじゃ。そのためには、この混乱に乗じて、多くの甲斐、信濃の量を得ることじゃ。よいな。半蔵。は今、一瞬で書状をしたためた、合戦勝利の祝辞と、当家は甲斐や信濃の混乱を抑えるため、織田の与力として存分に働くと書かれておる。これを山城におる羽柴筑前殿に届けてまいれ。はっ、行ってまいります。本能寺の変から11日後に起きた山崎の戦いの結果を知った徳川家康は、あまりに早い明智の敗退に衝撃を覚えつつも、西の畿内から東の甲州へと目を向けていた。この日、同じく甲州に目を向けていた巨大勢力、北条がついに動き出した。氏政様、氏輝様の家老、この様より知らせがあり。北条氏輝様、大道寺正成様、北条氏国様、北条氏忠様の部隊2万5000が深谷に集結したとのよし。氏直様からの下知を待ってございます。うむ、このことは滝川には気づかれておるまいな。先日の北光月、沼田城での一件もあり、上杉にばかり気が向いておりましょう。当家を怪しむ動きはないかと。よし、宇治名を明日からの策を皆に説明せよ。それがしが。そなたが当主じゃ、そして総大将じゃ。他に策を伝える者がおるのか。父上の策でございまする。父から伝えるが、皆も納得しましょう。そなたを立てたい父の気持ちも汲んでくれ。まあよい、宇治のり頼む。結局拙者に回ってくるのですが、では光月の滝川一馬氏は間もなく明智光秀を討つため畿内に向け出発となる。おそらく1万5000から2万ほどで編成される明智討伐軍はこの薄い峠を越え、上杉と干渉しない街道を使い美濃へ向かいましょう。そうなれば光月の国の城はわずかな守備兵しか残っておらぬでしょう。ゆえ部隊を二手に分け、小津家と北信濃に一気に進攻する。厄介なのは岩櫃から上田までを支配する真田昌幸。上杉ともつながりを持つと聞きまするゆえ、真田領を刺激するのはその後の進軍に支障をきたしましょう。真田や上杉の出方を伺いつつ、信濃そして甲斐への進攻となりましょう。うむ、ご苦労。父上、されど当家の軍を北に集結させていては、相模や下房の守りが手薄にもなってしまいまするが。案ずるな。小田原城には緊急時には1万は集まる。徳川が攻めてきたとて弾き返せよう。東の佐竹や里見には下房の千葉国種が目を光らせておる。あとは滝川一馬がいつ光月を離れるかですな。うむ、明智が畿内で力を持つ前に打ちたいであろうで、間もなくじゃろうが。すでに明智光秀が羽柴秀吉に敗れたことを知らない北条方は、滝川一馬が動くのをじっと待っていた。そして滝川一馬は6月の16日ようやく動き出した。しかし向かった先は北条軍の待つ武蔵の国であった。と殿、大変にございます。いかがした？北条軍は深谷周辺に集結しております。北条氏輝や大道寺正成らの旗も見られ、およそ2万はおりまする。2万じゃと。殿、これは出迎えでしょうや、それとも待ち伏せにございましょうや。幾度と当主氏直に
通行許可を求める書状を出したが、返答が未だ来ぬ。出迎えではなかろう。されど、深谷のような開けた地で待ち伏せも考えられぬ。これは、我らが中仙道を使い、あたうちに向かうと思っておるのでは。我らが去った後の手薄な小漬を侵略し、そのまま後方から我らを襲う策ならば。つまり、北条は当家を見限っていると。ああ、おそらくな。氏政、食えぬやつよ。試しに、敵をおびき出してみるか。和孝、はっ。そなたの部隊は、倉田の秀影、小畑信貞の先発隊に合流し、河合城を刺激してまいれ。会場をせぬときは、力攻めといたせ。力攻めをしては、北条と敵対してしまいまするぞ。それを試すのよ。敵対する気がないのであれば、力攻めにまで並ぶで。ははは、では早速にも。皆に申し伝える。北条が、織田との同盟を破棄し、この小漬に侵攻してくる恐れが生じた。故に、まずは、北条の出方を伺ってからの明智討伐となる。仮に、北条が敵と分かれば、必ずや合戦となる。これよりの進軍、いつ戦になるかわからぬゆえ、心して参れ。北条家が織田との同盟を保護にしたのだと悟った滝川勝正は、光月の地を守るべく、北条との戦を想定した動きに出た。滝川和忠が、麻耶橋城を立って翌日の、天正10年、1582年6月の17日、ついに天正神武の乱の前哨戦となる、神奈川の戦いが始まった。滝川和正率いる本隊5000は、和田に本陣を構えると、北条の出方を待つことに。父、勝正からの命を受け、倉賀の隊と合流した滝川和忠隊は、北条領最北端の河合城に到着すると、城代の斎藤貞盛に会場を迫った。滝川隊とお見受けしまするが、武装された軍勢を引き連れ、何用にございまするか。うむ、東海道を経由して、明智討伐をすることになったゆえ、補給地として、河合城、金久保城を開城していただきたい。ははは、何を無茶なことを。そのような話は聞いておりませぬ。あだ討ちが終わるまでの一時のことじゃ。当家と北条家は手を結んでおる。無茶なことではあるまい。ましてや、これは関東管理である滝川一正からの命じゃ。わしの一存で即答はいたしかねる。下地を仰ぐ家、しばし待たれよ。よかろう。明日までに返答をよこすのじゃ。斎藤貞盛の使者は、その日のうちに北条氏政、氏直のもとへ入った。何、滝川軍は東海道を使い、機内へ向かおうとしておったと申すか。街道の行軍許可を求める書状なんぞ、見ておらぬぞ。ああ、そういえば、何通か書状が届いておりましたが。届いておりましたな、ではない。その顔は、読んでもおらん様子じゃな。はい、偽書状が飛び交っておりまするゆえ、惑わされぬため、読まぬようにしております。なんと、たわけな。兄者、すでに北武蔵の各地に5万は超える兵が集まっております。下手に策を変えては統率が効かなくなりまするぞ。分かっておる。さりとて滝川軍とまともにぶつかっては被害は計り知れぬ。こちらの思惑は見破られておるやもしれませぬ。下手に武蔵に滝川軍を入れては深谷の部隊が危なくなります。進むしかないのか。さようかと。滝川兵の多くは小漬の土豪衆でありましょうから、北条高弘や内藤正明あたりを調略してみるのがいかがでございましょう。調略の今からでも間に合うであろうか。小太郎ならばやってくれましょうぞ。うむ、小太郎おるか。お呼びか。滝川に味方する上州どもを調略してもらいたい。合戦は間もなく始まる。その合戦を傍観するだけでよい。さすれば当家勝利後の小漬給料の安堵を約束する。どな、上州は広い、一度には無理だ。ならば麻耶橋の北城、美濃輪の内藤を先に頼む。うむ、父上、して三井城の斎藤には何と下地しまするのか。うむ、調略に数日はかかろうで、適当に時を稼がせるしかなかろう。敵はすでに南小漬に向かっておろう。こちらも動くぞ。宇治直を総大将に、宇治則を副将とする兵2万は小玉に向け進軍し、神奈川沿いを北へ向かえ。深谷の別動隊には街道を北に進ませ、金久保手前で陣を敷くよう指示いたせ。かしこまった。よし、ここから先は宇治直に任せるぞ。信長の死で士気の下がった滝川軍を叩きのめしてまいれ。父上は向かわないので。わしは隠居の身じゃ。この八方城で良き知らせを待っておる。こちらは精鋭5万じゃ。負けはない、行ってまいれ。はは。北条氏政は滝川一之との合戦を覚悟し、軍を北に向かわせた。日が変わった6月の18日、
滝川和忠は再び川以上に海上を求め向かった。時が参った。海上していただこう。まだ殿からの沙汰が届いておらぬ。今少し待ってくれぬか。深谷におった北条軍2万が本城まで進軍しておるらしいもの。知らぬ。時を稼ぐつもりであろうが、こちらも急いでおる。城を開けぬなら攻め込むまで。ならば迎え撃つまで。よかろう。これより河合城を力攻めで落とす。かかれ。ついに戦いは始まった。先方の倉賀の隊、小畑隊が総攻めを仕掛けると、さほど大きくない三井城はあっという間に陥落となった。滝川軍は川を渡るとすぐ南にある金久保城にも攻めかけた。くそ、ここも持たないか。織田と大きな合戦ともなる。ここで無駄死にはせぬでよい。絡めてから抜け出すぞ。滝川軍の先鋒隊が2つの城を落とすと、滝川一益の本隊も陣を前進させた。城攻めの一方は北条別動隊に間もなく伝わった。滝川から攻めてきたか。急ぎ救援に向かいましょうぞ。あの城は守りには向かぬゆえ、向かったところで手遅れであろうが、街道を抑えられてはこちらも不利になる。宇治国兵5000にて奇襲を頼めるか。無論ですぞ。宇治則の部隊は南から攻め上っており、我らも西に進むぞ。城陥落の知らせを受けて北条別動隊が西へ動き出した。一方、小玉から神田川沿いに北へ進軍する北条氏直、宇治則のもとに金久保城を脱出した斎藤貞盛がたどり着いた。申し訳ございませぬ。河合城、金久保城が滝川勢に。よい、よう逃れてきたぞ。無念であろうが、すぐに取り返してやるで、待っておれ。殿、お願いいたします。宇治直様、宇治国の部隊が金久保城周辺の滝川兵に奇襲を仕掛けるとのこと。滝川の本隊はまだ向かってきておらぬ。我らは南から強撃しましょうぞ。強撃とは何ぞや。共同撃破の略か。いや、今日中に撃破の略なのであろう。まあ共同撃破でよろしいです。とにかく急ぎ向かいましょう。おう皆の者出陣じゃ。奪った金久保城の後処理を行う滝川軍に、南から当主北条氏直、宇治則隊、東からは北条宇治国隊が攻めかかった。先に攻撃を仕掛けたのは東から向かう北条宇治国であった。敵は城を落としたことで油断しておる。狙うは兜組じゃ。行くぞ。和忠様、まずい。東から北条の兵が向かってきておる。くっ、早いな。やはりそばまで進軍しておったのじゃな。父の本隊や常習隊が到着するまでは我らだけで敵を抑えるぞ。本陣は金久保城じゃ。急ぎ陣形を整えよう。鉄砲隊は準備できたものから孫うさく内に入れ。よいな。金久保原で滝川軍と北条軍の白兵戦が始まった。かろうじて守りの陣形が間に合った滝川軍が北条氏国の奇襲攻撃をかわすの。わしは北条家当主北条氏直だ。この首が欲しい奴はかかってくるがよい。共同撃破の恐ろしさ、毒と味合わせてやろうぞ。何をしておられます。氏直様は当主であり総大将ですぞ。我先と突っ込んでどうするのですか。違うのか。それがしがし騎士がするゆえ、宇治直様は後方で見守っていてくだされ。うむ、任せたぞ。二手に分かれ、敵側面と後方に突撃するぞ。全軍、かかれ。北条軍と互角に戦う滝川軍の側面に、北条氏国隊が攻めかかり、滝川隊は押され出した。くそ、新手か。鉄砲隊はまだか。弓隊、投石隊は南の敵に当たるのじゃ。おう、兄上、見事に強撃が決まりましたな。よし、あと一押しじゃ。行け。北条兄弟による猛攻に、滝川勢の総崩れは時間の問題であった。しかし、そこへ。和忠殿、待たせたな。今、助けますぞ。おう、マスシゲ、待っておったぞ。よし、援軍が入った。時の声を上げよう。反撃じゃ。知らせを聞いて駆けつけた滝川増重隊が加わり、形勢は逆転。北条隊は徐々に押されていく。そして、敵に時間を与えすぎた。今日のところは引き下がる。撤退じゃ。くっ、撤退か。追い打ちに備え、順次撤退せよ。おう、敵が引いていくか。
それがしの部隊が追い打ちに向かいまする。うむ、敵が潜んでいるやもしれぬ。深追いは不要じゃ。うむ、わかった。この日の戦いは北条側の撤退で終わり、滝川軍は本隊が神奈川北まで進軍し本陣を置いた。一方、北条軍は本隊と別動隊が合流すると金久保原を囲むように布陣し、日が暮れた。日が変わった6月の19日、両軍睨み合いが続く中、最初に動いたのは北条氏直の部隊であった。おじらに任せておったのでは勝てる戦も勝てぬ。やはりわし自らが指揮せねばじゃな。手薄な西の部隊に攻めかかれ、当主北条氏直が率いる2万の軍勢が滝川軍右翼の遊撃隊に攻めかかった。わずか500ほどの遊撃隊は大軍が向かってくると知るや、即座に撤退を始めた。逃がすな、一人残さず討ち取るのじゃ。まんまと引っかかったな。よし、右翼隊神奈川を渡り敵の側面に奇襲せよ。わしの本隊も川を渡り敵正面を突くぞ。滝川一益のおとり作戦に引っかかった北条氏直の兵2万は、縦に伸びて進軍する横っ腹を滝川右翼隊に突かれる形となった。な、何を勝手に動いておるのじゃ。困った当主じゃ。我らは援軍に向かう。他の部隊にも前進を知らせよう。何、左から敵が現れたじゃと。蹴散らしてしまえばよい。こちらは2万じゃぞ。2万。縦に伸びた部隊の側面を奇襲されており、大きく前後に分断された状況。統率が取れず混乱しておりまする。よ、言っとる意味がわからんが、まずはその奇襲してきた敵を倒すのじゃ。はあの馬印、北条氏直の部隊であったか。これは好機じゃ。当主氏直に痛手を与えればしばらくは北条もおとなしくなろうぞ。倉賀の、は、後方に控え、上州勢にこちらへ向かうように伝えてくれぬか。かしこまった。総勢5万の北条軍に対し、1万8000しかいない滝川軍は、総大将を撤退に持っていくことに勝機を見出す策に出た。しばらくして、北条氏直の援軍1万が駆けつけた。総大将が何をしておるのです。これでは敵の罠にはまったも同然。すまぬ。川向こうから敵が来るとは思わなんだ。前方の滝川軍は、それがしが何とかしますゆえ、左翼の敵のみに集中してくだされ。わかった。北条氏直の援軍が入り、士気を回復した北条軍は数の違いを見せ始める。その頃、金久保原で対峙していた滝川一忠、増重の部隊も北条の各隊と交戦状態となっていた。よし、完全に我が軍が押しておる。寄せ集めの常習足まりなんぞ敵ではないぞ。正重殿、やりおるの。久しく戦がなかったゆえ暴れたいのであろう。まことじゃな。よし、日が落ちる前に金久保城を奪取するぞ。木部貞友様、大父に、あずかだ様の部隊も持ってあと一刻。くそ、上州勢はまだ到着しないのか。五詰めの上州勢が動かないのは、まさに北条の調略が成功していたからであった。北条高広、内藤正明ら上州勢は5万の北条軍を恐れたのもあるが、織田家に奪われた領土が戻ってくることは大きかった。側面奇襲の別動隊が壊滅。北条氏直隊は陣を立て直しております。ここまでか。敵将に人たち浴びせず逃げたのでは滝川一益の七スタイ。今の者、運は天にあり。一時に覚悟で敵中に飛び込むぞ。わしに続け。滝川一益は決死の覚悟で北条氏直隊に突撃した。そのあまりの闘志に北条軍は追い立てられた。敵の大将が突撃してきたとな。死ぬ気の武者ほど怖いものはないと申すが、所詮は小勢。一益の首を取った者には好きな血を与えるぞ。何、父上が捨て身で突撃したじゃと。父がここで命を落としてしまっては織田家がさらに衰退してしまう。大津家の地に関わっても仕方あるまい。撤退じゃ。ホラガイを鳴らせ、全軍撤退せよ。滝川一忠からの撤退の合図で、滝川軍は神奈川を渡り大津家へ逃げ始めた。ははは、一忠、絶妙なところで撤退を決めたな。無念じゃがここまでじゃ。全軍撤退せよ。突撃中の滝川一益もホラガイを聞くや撤退を始めた。滝川軍が撤退しておる、追いかけようぞ。いや、この合戦に負けた滝川一益はおそらく小津家からも撤退をするであろう。すなわち我らの敵はもはや織田にあらずということ。
ここで無理に追い打ちをかけて痛手を食らうよりも小津家の統治に向けた動きに入った方が良いかと存じます。父がそれで怒らねば良いが、ははは、安心なされ、怒りませぬぞ。我らの敵は上杉、佐竹、そして徳川、兄者もそれはよく承知でありましょうからな。ならば、こたびの戦はここまでじゃな。はい、そうなりますな。うむ、終わったのう。はい、終わりましたな。ん、この名は何じゃ。そなたは総大将ですぞ。最後の決めのお言葉を。決めの言葉、勝ち時を。が、わしがか。はい、皆待っておりますぞ。で、では、わしわかったぞ。勝ち時ぞ。天正神武の乱の前哨戦となった神田川の戦いで敗れた滝川一益は、翌日には光月の地から逃げ出すように抜け出し、信濃から美濃へ落ち延びていった。こうして滝川一益の去った光月の国、川尻秀隆が亡くなった甲斐の国、森長吉や毛利長秀が撤退した信濃の国は、どの大名も支配しない空白の地となってしまった。それを見逃さなかったのが周辺を取り巻く戦国大名たち。織田家の与力大名であることを大義名分に侵攻を企てる徳川家康、滝川一益を打ち破り関東から信州へ支配地を広げたい北条氏政、氏直、そして旧領主の領土返還を義に掲げ支配領地拡大を目論む上杉海勝は、甲信全土で巻き起こる領土争奪戦に動き出すのだった。この物語は後編へと続く。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。